アンガス・ヤングは AC、DC のリードギタリストである。スコットランドのグラスゴー生まれ、オーストラリアのシドニー育ち。バンドもシドニーで結成された。同バンドのマルコム・ヤングは2位。ブレザー、ハンズボンにランドセルを背負ったスクールボーイスタイルがトレードマーク。これは姉からの提案。コンサートの際、仰向けに倒れてくるくると足を使って時計回りに、 回転したりするパフォーマンスで有名で、控えめなマルコムに比べて、ステージでは常に主役になっている。また、プレイ中も、両足をガクガク震わせるようにして、リズムを取りつつ、天然パーマの頭を振り回すのも有名である。パフォーマンスをする、アンガスギターは、デビュー以来、一貫して、ギブソン SG を使用している。ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第96位。2011年の改訂版では第24位。映画スクールをブロックで主演のジャック・ブラックがスクールボーイスタイルにギブソン SG を抱えアンガスを彷彿とさせるパフォーマンスを披露している。劇中にも AC、DC の楽曲が複数登場する。ありがとうございます。